どうもこんにちは、今日はですね山田さんがコメントくださいまして、ご自分の闘病記録とか、服薬記録を、服薬履歴とかですね、闘病履歴とかを、詳しくコメントくださったので、ちょっと紹介する動画にしたいと思います。人それぞれね、薬を飲むに至った経緯とか、そこからこう原薬に向けてこう行動してきた履歴とかっていうのは違うと思うんですけど、他の人のそういうのを知るっていうのもすごい参考になると思うので紹介したいと思います。ヒロさん、ありがとうございます。もともと薬を飲むきっかけは不眠症です。内科でブロチゾラム2錠、フルニトラジパム1錠を処方してもらい、2年くらい服用していました。たまに薬を1錠で寝ることがあったことから、薬を3錠飲まなくても眠れることに気づき、何の知識もないまま薬1錠に減薬してしまいました。何日経ってからかは今では記憶にないのですが、わけのわからない症状に襲われ、アスクドクターズという有料サイトで聞いたら、精神科に行くようにと回答が返ってきました。自分の中ではなぜ精神科に行かなければならないのかということがこの時全くわからなかったのです。そして精神科に行ってからいろいろな薬が処方されました。この頃は特に症状が悪化していて、アシュトンマニュアルに書かれている精神的肉体的離脱症状と一致する数々の症状に苦しみました。中でも不安がすごく、ニュースが怖くて見れない状態になりました。そして思い詰めるようになり、1ヶ月近くまるまるサイトばかりを毎日のように検索していました。この先動けなくなってしまったらまずいと思い、動けるうちにとホームセンターにロープを買いに行ったり、今思えば本当にバカな行動を起こしていました。もしかしたらベンゾジアゼピンだけでなく抗うつ剤による副作用だったのかもしれません。2週間ごと病院に行くたびに薬が変わったので、効果があったのか副作用だったのか定かではありません。その後睡眠薬3錠では眠れなくなってしまい、フルニトラゼパム1錠とリフレックスが追加になり、半年以上服用することになりました。水溶液減薬を開始したのはこの後です。そして減薬を開始してから今2年半経ちました。途中フルニトラゼパムを断薬するときは、あえてフルニトラゼパムを半錠残し、ブロチゾラムの減薬を先に始めました。フルニトラゼパムが強い薬だと言われていたので、ベンゾジアゼピンの力化でカバーしようと思いました。ブロチゾラム半錠を減薬したところで、ブロチゾラムを1錠に戻し、フルニトラゼパム半錠を断薬しました。つまりフルニトラゼパム半錠とブロチゾラム1錠との薬の置き換えを時間をかけて行いました。いろいろな人の体験談から、ブロチゾラムやマイスリーからフルニトラゼパムに薬が変わったと書かれていたことから可能だと思い、そして力化が上がる分には離脱症状も出ないだろうと期待しました。結果特にひどい離脱症状は出なかったので、うまくいったと思っています。現在はブロチドラムの半減期が短いためか、
離脱症状も出ますが、十分耐えられる状況です。一番驚いたことがあります。薬を3錠、4錠飲んでいた頃は、一切昼寝ができなかったのですが、最近は昼寝もできるようになりました。脳内で薬の影響が弱まった結果ではないかと思っております。ヒロさんが動画でおっしゃってくださったように、あと1年から1年半ぐらいで弾薬できるのではと期待しています。そして今回の動画を見て、自身の体験が何かしらの参考になればと思い、長々と書かせていただきました。過去より原薬、弾薬に頑張っている皆さんが情報を発信してくれていることに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうというふうに書いてくださいました。内科でね、不眠症で内科でブロチドラム。ブロチドラムっていうのが、レンドルミンのことなんですよね。で、レンドルミンもなかなかこの短時間型で、しかもこう力価が結構高い薬なので、結構減薬するのは大変かなと思うんですけど、内科で不眠症で寝れないと言ったら、レンドルミン、ブロチドラムと2錠とフロニトラゼパム1錠。これがでもなかなか内科の先生にしては結構がっつり出されてますよね。普通内科で寝れへんって言ったら、デパス処方するぐらいかなとは思うんですけど、それレンドルミンとフルニトラゼパムガーンって出してしまうというのはね、最初は多分よく寝れたんやろうなと思いますけど、それでそんな大変、最初はね、誰もそういうこと何も知れへんから、ベンゾがどういう薬っていうのも知れへんから、最初3錠飲んでても、多分1錠で大丈夫やろとか、1錠に減らしてしまったんですよね。そうすると、離脱症状出て、わけのわからない症状に襲われて、なんかアスクドクターズという有料サイトってありますよね。僕もなんか見たことありますね。精神科に行ってくださいということで、なんで行かなあかんねんってやっぱり思いますよね。で、不安症状が出て、ニュースが見れなくなるって言ったら相当な不安ですよね。で、思い詰めるようになって、1ヶ月近く、丸々サイトばかり、これはもうなかなか放送できないあれなんですけど、丸々サイトばっかり行って、ホームセンターにロープを買いに行ったりしたということはすごい危ないですよね。抗うつ薬とかも飲まれてたということなので、だからそういうなんか突発的、こう自分でこう正常な自分でない状態でこう思い詰めたり、突発的な行動でそういう行動に出てしまうのかなと思いますよね。最近のなんかその芸能人の方がこう続いてるっていうのも、こう正常な状態だったら多分誰もそんなせえへんと思うんですけど、そういう抗うつ薬とかによってこう思い詰めたりとか、正常じゃない状態でこう突発的にパッとこうやってしまうっていうのはすごい怖いですよね。やっぱりその世の中そのいろんな人がいるので、そのじっくり考えて、その難病の ALS 患者の方みたいに、こうもう半年とか1年とかもずっと考えに考え抜いて
やっぱりあかんわっていう結果になる人もやっぱりいるとは思うんですよ。だからそういう人のことを僕は否定はしないんですけど、こう考えて考えてもやっぱりあかん、もう自分はあかんわっていう結論に至ってしまう人もいるやろなっていうふうには思うんですけど、そうではなくて、なんかその薬の影響とかで、抗うつ薬の影響とかでこう突発的にバンってこういってしまうというのはすごい怖いことやし、こう本人にとってもその望んでないことやと思うんですよね。だからそれはほんまに怖いなと思うし、そのことについてこう精神科業界がほんま真剣に考えてないんちゃうのかなと思うんですよね。だからこう年間3万人でしたかね、2万人だったか、2万人だか3万人だか、それぐらいですよね。もっと真剣に考えなあかんことやと思うんですけどね。で、まあ紆余曲折あって、まあ水溶液原薬を開始して、まあ、そういうのもまあ調べていくうちに、まあいろいろこう知識を作っていかれたんでしょうね。ブロチレンドルミンよりもフロニトラゼパムを優先的に抜いていかれたんですかね。どっちかっていうとフロニトラゼパム残しといた方が長時間型なので抜きやすい、こうなんていうのかな、服用感の離脱っていうのがないので、一日の中での離脱がないので、フロニトラゼパムの方が残しといた方が抜きやすかったかもしれないような気もせんでもないですけど、まあ自分でねいろいろ考えられて、減らしていかれてたっていうことですね。で最初は昼寝ができなかったけども、最近では昼寝ができるようになったということでね。まあ、多分その薬がガンガン効いてる時っていうのはもうなんていうのかな、一日中お酒に酔っ払ってるような状態なので、もう昼寝もクソももうないんですよね、多分ね。夜の睡眠も昼の睡眠もないっていうか、もう24時間酒に酔ってるような感覚やから、夜もよう寝れへんし昼寝もできへんし、だからといって昼バリッとバシッと起きてんのかって言ったらそうでもなくて、もう一日24時間ぼーっとしてる状態やと思うんですよね。それがまあ抗うつ薬、ちょっと怖いとこですよね。抗うつ薬とか抗不安薬とかは、まあ、あと1年から1年半ぐらいで断薬できるのではないかということですけどもね。まああんまりそのまあ今まで十分時間かけられているので、まあ今後あとね1年であろうが2年であろうがそんな大して違いはないと思うんですよ。まあ要するにもう確実に弾薬まで持っていった方がいいと思うので、まあ本当に慎重に、まあこれはまあ僕自身にも言えることなんですけど、慎重には慎重を期して、でベンゾってこう量が少なくなればなるほど離脱症状も出やすくなるので、まあそこはね、まあ「アストンマニュアル」とかも読んでおられると思いますけど、まあ十分気をつけて、まあ、最後まで、原薬弾薬まで持っていってほしいなと思います。またね、弾薬成功したらまたどんな感じで成功したのかなというのを教えていただいたら、また動画にして皆さんとシェアできるようにしたいなと思うので、またよろしくお願いします。はい、
今回は山田さんのコメントを紹介ということです。今日も動画を見ていただいてどうもありがとうございます。